ジェレミー・シェン・ガスリーは、アメリカ合衆国オーレゴン州、ローズバーグ出身の元プロ野球選手。日系アメリカ人。父親は、アフリカ系アメリカ人。アシュランド高校卒業時、1997年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・メッツから15巡目で指名を受けるが、契約せず、ブリガム・ヤング大学に進学。2001年の MLB ドラフトでは、 ピッツバーグパイレーツから3巡目で指名を受けるが、またも契約せず、スタンフォード大学に編入。2002年の MLB ドラフトで、クリーブランドインディアンスから1巡目で指名され、10月3日に契約。2004年8月28日の対、ホワイトソックス戦で9回表、5対1でインディアンス4点ビハインドという場面で、初めてのメジャーのマウンドに立った。 結果は1回を投げて一奪三振だった。オリオールズ時代2007年1月29日にウェーバー工事を経てボルチモアオリオールズに移籍。同年は開幕からメジャーでリリーフとして登板していたが5月に先発のアダム・ローウェンとジャレット・ライトの故障に伴い先発ローテーション入りを果たしそのまま先発に定着。2008年は開幕投手を務めた。 9月6日から27日にかけて右肩を痛め故障者リスト入りしたが30試合の登板で10勝12敗防御率3.63を記録しチームで唯一2桁勝利を記録した2009年はシーズン開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出されたレギュラーシーズンでは リーグワーストとなる17敗35非本塁打を記録した。2012年2月6日にマット・リンドストロム、ジェイソン・ハメルトの1対2のトレードでコロラド・ロッキーズに移籍。開幕投手を務めた。2012年7月20日にジョナサン・サンチェスとのトレードでカンザスシティ・ロイヤルズへ移籍した。ロッキーズ在籍中は不調だったが、ロイヤルズ移籍後は調子を上げた。 オフの10月29日に FA となったが11月20日に3年2500万ドルでロイヤルズと再契約した。2013年はリーグ最多ヒア安打を記録したものの2桁勝利を果たした年では初めて勝利数が敗北数を上回ることができた。2014年は自身初めてワールドシリーズを経験した。オフには 日米野球2014の MLB 選抜に選出された。2015年は30試合に投げて、うち24試合に先発登板したが、2006年以来、実に9年ぶりに規定投球回未達に終わった。防御率5.95リーグワーストの29、本塁打を浴びるなど炎上した。11月4日に球団が2016年の契約オプションを破棄したため、 FA となった。二千十六年二月二十一日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加したが、スプリングトレーニングで結果を残すことができず、三月二十八日に FA となった。四月二日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、トリプル A 級エルパソチワワズに配属された。十一試合に先発し、 三勝五敗防御率6.60という成績で、6月2日に FA となった。2016年6月27日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結んだ。7月30日に FA となった。2017年2月3日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと球団が発表し、 2月11日に正式にマイナー契約を結んだ。誕生日である4月8日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りし、当日のフィラデルフィアフィリーズ戦で2年ぶりに MLB で先発登板したが0.2回10失点で降板し、翌9日にディーフとなった。4月12日に FA となった。2017年5月18日にメキシカンリーグの モンクローバス・ティーラーズと契約。7月31日に引退を表明したモルモン教の選挙活動でスペインに滞在していたことがあり、スペイン語が堪能である。母ユキコはハワイ生まれの日本人で母方の名字は向井だという。2014年に日米野球の MLB 選抜として来日した際には母方の故郷広島県三原市を訪問し、 親族にあった、ありがとうございます。